の歴史すべてがをこのマット界をですね見続けてきたこのベルト、渋いでしょう。デザインが渋いですね。やっぱ昔の方がお金もかかってるんですねこれね。デザインがもうね変わってなくて、本日も精鋭なるかっこいいんですよ。60分一本勝負を行います。おこは挑戦者チーム200分ドン黒田1999年は俺の年だと顔に書いてあります黒田哲弘。さあそして弾丸戦士田中将人、今日もこの驚異的な肉体から繰り出されるパワー、ベルトダッシュなるか。さあ今日もこの無の境地です。新崎人生そしてマット界の至宝ハヤブサです。まあとにかくハヤブサっていう選手は FMW のエースであるんですけれども、もう今もの全てのマットを 見渡してもですね、これは本当に宝ですよね。いや本当に僕はそう思いますよ、はい。これはもう ジョークとかじゃなくて何時にも、まあ、これはあの他の、ね、他団体を応援しているファンの皆さんでも認めてくれるんじゃないかなという気がするんですよね。そうでしょう、はい、よっぽどへそ曲がりはどうか知りませんけどね、さあまずはおどうやら挑戦者の方は田中ですね。お田中とハヤブサからスタートします。なんかさあいよいよこの FMW のマット上で初めて行われるアジアタックの防衛戦がスタートいたしました。さあまずは腕の取り合い、タイトルマッチらしい展開になるんでしょうかね。さあタックルを少し足を取っていく。おっとすかさず腕試技、序盤はやっぱりあの会場全体にちょっといつもと違う真摯なものが、ね、そうなんですよ、緊張感がありますね、はい。我々もめったなこと喋るとなんか殴られそうな感じです。ちょっと怖いんですけど。そうなんですよ、神聖なるタイトルマッチを怪我してはいけないのでね、しっかりとこの目で実況していきたいと思います。さあうまくタイミングを外してドロップキック。まあ今日はちゃんと実況できると思うんですよね、はい、そうですね。伊藤剛もいませんしね。そうなんですよ、さあおーっと黒田がラリアット。いや相変わらず黒田の動きは弾けてますね。弾けてますね。もうピチピチしてますよ。さあさらに中がダイビングエルボーをかましていく。重量感たっぷりであります。さあまずはハヤブサを捉えるのか。とにかくこの田中黒田、今年に入ってからのもう勢いというのはもうとどまるところ知りませんから。僕はこの田中黒田組が、はい、この2人がですね、試合のためにコンディションを 最良に持ってくるのがやっぱりすごいと思いますね、この2人は。あそうですね、まあ、もちろんあの小さな怪我それはあるたくさんあるんですけれども、そういったもの全く感じさせないですよね。感じさせないですね、はい、もうできる限りの状態で一番いい状態でリングに持ってくるっていうのが、なるほど、そのあたりはプロ意識の高さでもあるんでしょうけれども、すごいと思いますね。まあもちろんこれあの2人とも怪我しそうにない体してますしね。もう多少のことじゃ壊れませんねこの体は。まさに強靭なるボディを誇りますこの2人。ただ強靭そうといえば人生も負けてはいませんよね。いやこのね人生の、まあ、強靭なボディから繰り広げられるいわゆるバランスのバランス感覚の優れた技、平衡感覚の優れた技、これはねやっぱあの修行僧ならではのね境地なんですよね。そうですね。これもあの実は先ほどハヤブサ選手が宝だと言いましたけれども、これまた人生ももう真っ赤に宝と言っていいでしょう。いや本当そうですよね、はい、もう海外マットなんかにもかなり影響を与えてるんじゃないですか。もうもうだって WWF に行った時は衝撃ですよ。アンダーテイカーがロープのやるいたりしますもんね。そうなんですよ。さあその人生を捉えていこうという、さあこの田中と人生のね絡みというのも非常に楽しみです。ありますね。あまり
おそらくこれやほとんど絡んだことないんじゃないですかね。これはだからもうあの、はい、インディーとかメジャーとかそういう言葉がもう今本当ナンセンスだってのがよくわかるんですけど、はい、この2人の組合っていうのはこれもうあのいわゆる既存のメジャーと言われる団体では見れないですね。こういう戦いはもう、そうですよね、まあ、どれをとっても、まあ、2人とももちろん体もそうですけれども隙がないしテクニックも秀逸ですしね、さあどういった展開になるのか。まずは腕を取っていく。ああだからこれはある種あの WWF と ECW の代理戦争みたいな側面もありますね。なるほどね、はい、ECW から今年に入って突然の凱旋帰国、世間をあっと言わせたこの田中将人、まあ、未だにあの秒殺の衝撃は私脳裏に映ってるんですけれども、とにかくそのアメリカに行くことによってもちろんこの人生もそうなんですが、二回りぐらい体大きくなって帰ってきますね、みんな ね、 そうですね。もうそして修羅場をくぐり抜けてきて顔つきが また変わってね、スケールがでかくなって帰ってくるんですよね。本当この試合が見られるってのは日本の人は幸せですよ。これもまた特にこの北海道のお客さんたちは羨ましいですよね。これは羨ましいですよ。あの東京に残してきた皆さんのことがもう心配で心配でもこれテレビ放送なかったら偉いことですよ。かなりですね。でもあの密航者来てますよ東京から。僕も何人か会いました会いましたでしょ、これを見ずして FMW 語るべからずですからね。ただまあ本当これがテレビ中継であってよかったですよ、はい、そうですね、さあ腕を取っていく。この人生と田中いつかシングル対決なんかも見てみたいなという気がします。いいですね。さあ腕の取り合い、おっとトリッキーな体勢から腕を逆に取り返していく田中。これパワーではどちらですかね。まあ、純粋なパワーでいけば田中なんでしょうけど、ただそのね、まあ、力をこう利用する応用なんて言葉でいくとどうかなって感じしますね。なるほど。本当にしかし2人の体もすごい音がしました。今いわゆるあのブッチャーの肉を切り裂こうとしましたね今ね。おーっとタックルもすごい音がする。僕あのよく家にいるとああいう音聞くんですけどね、ああいう音がしたら大抵外に出るとね、交通事故が起きてます。交通事故の音ですか。あれ交通事故の音ですよ。あまあそのぐらいのもうね本当にコンボイ級の2人ですから、思いっきりその2人が打ち当たるわけですからね。さあそしてこの北の大地でロープ渡りから死闘を落としていく。おお死闘をかわした、ロセールボーだ。田中さすがですね。これはまた起き手破りといえば起き手破り、死闘を食らわずまずはエルボーの洗礼だ。さあそしてまずはツープラトン、この黒田と田中、まあもちろん挑戦者ですからね、もうどんどんチャンスと見るやイケイケどんどんでこれ攻め込んできますから ね。さあそれをどうかわしていくのかチャンピオンタッグ。さあこの黒田も今本当に止まらない勢い、この人はあの精神的に乗ってくるとどん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 こうそれにこう輪をかけて調子出てくる人ですから。本当ですね、はい、おお一発では倒れない。あーやぶさに対していやあえて呼び込んでラリアット、見るたびに強くなってますもん。特にねはやぶさに対するねなんて言うんでしょうかね、こう敵対心って言いましょうか、こう感情あらわにした時の黒田っていうのは、うん、これがまた輝いてるんですよ。だから本当、まあ、あのファンの皆さんあのプロレス見てらっしゃる方なんでなんて思われるかもしれないですけど、はい、同じ団体でありながら遠慮というものは全くないですね黒田の場合は。なるほど。はやぶさに対してはもう、さあそのはやぶさをラリアットで蹴散らせておいてじわじわとこの人生を痛むっていこうという黒田。とにかくこれ序盤戦はどうでしょう、挑戦者タッグがかなりペースつかみかけてますよね。今完全にちょっとつかみましたね、はい、まあはやぶさ人生言うなれば2人ともスターですから、このスター相手に、まあ、もちろん田中黒田もスターなんですけれども、まあ、まあこれ4人ともスーパースターですよ、そういう意味では。ただタイプがこうなんていうんですかね違いますよね、それぞれ違いますね。その辺りがこの突進型のね、田中黒田が
こういったいわゆる華やかなこのチャンピオンタッグにどうぶち当たっていくのかと。ただね、部分が焦点でしょう。人生は奥深いですからね。これパッと見た目ペース取られてるように見えますけど、はい、果たしてどうかはちょっと僕のような素人には分かりませんね。これはなるほど、攻められてるように見せて実はペースも取ってるのかもしれないですから、ね、特に人生はね、序盤戦割とやらす、こうじっくり戦況をですね、そうなんですよ、見極めてるんですよね。それが作戦にはまってる場合もあるかもしれませんから、このあたりがやっぱりね、この修行精神力の境地って言いましょうか。本当ですね、人生にしかできない戦法なんですよね。もちろん強靭なスタミナもそうなんですけれども、さらには経験百戦錬磨、なんか本当いくらでもお金があるから、はい、調子よく使ってたら借金の山になってたなっていうことにねなりかねないわけですなるほどなるほど、さあこの辺りの懐の深さではもうこのマット界では随一と言っていいでしょう。もう人生の場合は本当にあの道のくプロレス所属ということですけれども、いろんなもうほとんどの団体のトップと激闘を繰り広げて、さらにはあの海を渡ってアメリカでも、さあそして早見さん、もう本当に百戦錬磨という言葉はぴったりきますもんね。はい、世界を股にかけるこの、さあ人生さらに早見が、おだそういう意味でドリームタッグワークを見せてくれました。人生ハヤブサが、ね、に対してはどこ所属っていうのがちょっとね、はい、ピンとこない部分もありますね。今やもうワールドワイドでね、はい、さあ、あそして黒田が得意の、当然この札幌の北の大地でもやってくれますか。鉄柱でハヤブサの足殺しだ。さあ大歓声が黒田を包んでいる。もう一発いく。さあちょっとハヤブサが苦しそうな表情を見せました。おーっとコンクリートに完全にハヤブサの脳天が食い込んだ。さあさらに助走 50m ラリアットいった。さあ耐える。おーっときた。黒田が乗ってますね。黒田足速いです。ね、足速いです、はい、とにかくもう勢いづいたら誰も止められないこの黒田哲弘。さあさらに田中との連携、もうハヤブサが出てくると途端にこの2人はなんか猛攻を見せます。親の敵と言わんばかりですね、はい、本当もう、まあ、実はあの明日から FMW ではあのタクリグ戦始まりますので、はいはい、この田中黒田組もエントリーしてましてですね、まあもちろん冬木はやぶさ組という大本命はいるんですけれども、これ大方の予想はどちらかというとこれ田中黒田優勝という方が多いですね。残念ですけど、そういう、まあ、僕ははやぶさ方ですね。あ、はやぶさ方ですよ、やっぱり経験といい、まあ、勢いという意味では田中黒田ですけれども、まあ、勢い的には、まあ、ただ本当あの田中黒田に関しては見るたびに強くなってるんで、はい、読めないですね、やっぱり。なるほどね。さあそのハヤブサ、ある意味ではそのタッグリーグ戦へ向けてのこのハヤブサと田中と黒田に関してですけれども、まあ、一つその試金石になる試合という意味合いもあるかもしれませんね。ありますね、はい、だからあのハヤブサもいつもと同じことをしてたんではひょっとしては勝てないのが今回のリーグ戦かなとも思いますね。なるほど。さあ向こうはどんどん強くなってきてるわけですから、もうただこれハヤブサとしては、まあ、もちろん FMW 盟友同士ですからね、複雑なところもあるんでしょうけれども、そろそろこの2人の勢いちょっと止めとかないと、まあ、ちょっと心配なのはあの大変なことになっちゃうんじゃないかっていうのはありますよね。心配なのはあの田中黒田はもうそういうものはないと思うんですけど、ハヤブサはまだ田中黒田に対して友情というか何かこう情のようなものが残ってんじゃないかと思ってちょっと心配ですね。なるほど。田中黒田はもうハヤブサに対してはもうみじんも残ってないですよ。もうとにかくその実力行使ね、ええ、力の世界だと、もうハヤブサ潰れてもいいと思ってますから。当然ありますもんね、ハヤブサ潰れたら俺らがもうあとやってやると思ってますから、勝負の世界、そのあたりの厳しさ当然熟知してるこの田中と黒田。まあ、一方のハヤブサもちろん勝負の厳しさは知っているんですけども、もともとこの人も情に脆い部分もありますしね。そうですよね、ギリ人情厚いですし、そうなんですよね、はい、だから潰すとこまでいけるかっていう気がしますね。なるほどなるほど。
あの黒田田中をやっぱりね殺すぐらいのつもりじゃないとちょっと、確かに早草にはこう華やかさとか華麗なるテクニックという言葉ぴったりくるんですけれども、いわゆる殺気、何をしでかすかわからない、このなんか獣のような殺気ね、そういった部分では確かにこのところ薄れてきてるというか、そういう部分もありますね。あの、まあ、ただね、そのあの情に脆い部分がまた早草の魅力でもあるんですけどね。なるほど、まあ、そのあたりはいわゆるこの戦士マット上で戦わなければいけないこの宿命を背負ったファイターのいわゆる微妙な心理、難しいですね、やっぱりレスラーってのは。はい、さあ足4の字をもっとなんとか、サードロープエスケープ、はやぶさやや苦しそうな表情になってきました。今よりさすがアジアタックですね、あの選手権ですね、はい、かなりじっくり、あのもう下攻めですね、もう勝つセオリーといいましょうか、足を攻め、はい、スタミナを奪い、そして終盤に大技で畳みかけて取るという組み立てってのは当然これありますね。ありますよ、はい、やっぱりね、なんて言うんでしょうか、あの普通の試合じゃアジアタックに申し訳ないですから、これ。なるほど、あの FMW のマットでやれることは幸せなんですけども、はい、あんまりね、お見苦しいものを見せるわけにもいかない。いやいやいや、それはもうだってこの4人でね、見苦しいものなんてのはありえませんよ、こんなベルトを奪い合うわけですから。そうですよね、持てるもの全て発揮しないとやっぱり、はい、さあその、あーどうやら田中これ変形の足4の字でしょうか、徹底的にハヤブサ、これは空中殺法封じということでしょう。これはやっぱり終盤ハヤブサのいわゆる四次元殺法にかなり影響しそうなダメージ残りそうですね。残りますね。さあ理にかなった攻めを徹底的にハヤブサを潰していこうというこの黒田田中。ハヤブサの頭の中では組み立てができていると思うんですよね、やっぱりハヤブサはお客さんも大切にしますから、はい、フィニッシュに持っていくまでどうやってお客さんを楽しませようかっていう、はい、その計算が崩れていくのが怖いですね、こうやって足を攻められると。そうですね、まあ、もちろんタイトルマッチですからハヤブサも勝つことが使命であるという自覚はあるでしょうけれども、使命ではありますけども、ハヤブサの場合、はい、エンターテナー性も要求されてますんでね。そうなんですよね、背負うものが大きいですからね。さあただ単に相手を抑え込んでカウント3つで勝てばいいっていう選手の息はもう出ちゃってますんでね、早草さん。おお、これをうまくかわして、しかし黒田も蹴り、おーっと、はは、今のはその点で田中黒田はそこがないんでやりやすいと思うんですよ、はい、ガンガンいけばいい。そうですね、さあ早草の旋風脚で一気に形勢逆転といくんでしょうか、人生。おーっと素晴らしい芸術的なフライングショルダーアタックカウント2。今こう念仏しながら飛んできたようなスタイルにも見えましたけれども、さあ念仏パワーボムをかわして足を取って、おーっとマンダラひねりが見事にヒット。人生は攻略するの難しいですね、あれだけ序盤攻められていながら、もうひょうひょう、おっと、しかも極楽固め早くも行くんでしょうか。さあこの FMW マットでも何度となくこの驚異の締め技公開されてきたわけでありますけれども、ここの札幌の地でも極楽浄土の道を歩むのか、黒田哲弘、おっと帰った極楽固め、あーこれは危ないぞ、あーしかしこれはタッグマッチです、タッグマッチです。いやしかし離さない、おっと田中があまりにも しぶとい人生にもう渾身のドロップキックでやっと、さあ黒田が1名を取り留めました。あーっと迎撃されたハヤブサ、しかし、ね、あの田中のキックがそこまで耐えれるのは人生以外考えられませんね、ちょっとすごいですね、人生もね、おーっと田中電光石火とはこのことか。さあハヤブサ飛んでくれるのか、さあ飛んでコンビーのトップロープ、いや見事にこの北の大地でこう描くトップロープ越えトペコンヒーロー、
芸術品でありますハヤブサ。これはやっぱりね、あのさっきもあの何名も言ってますけどね、アジアタッグの長い歴史の中でも初めてかもしれないですよ、こんなチャンピオンが。あー、しかもわっとトップからムーンサルトに、これに人生も加わっての、これまたドリーム連携炸裂。いや田中もタジタジか。さあ田中来るだろう、勢いよ止めるのか、この王者タッグフィッシャーマンズマスター、これはどうか。おっと、さあさあさらに人生タッチワーク良くなってきましたね、タッチワーク良くなってきましたよ。わあ、しかしここはかわされたが、よーっとパワースラムだ。まだ勢いは衰えていないのか。さあ黒田田中パワーでグイグイ押していくのか。まさにこの疾走する暴走機関車を止めることができるか。おっと、これは人生なかったんですが、うわー、やはり黒田も一筋縄にはいかない。これはどうか、カウント2。これ難しいですね、ちょっと僕もどっちの応援もできなくなってきましたね。いやー、しかしスリリングな展開になってきて、おーっと、かわず落とし、黒田が雄たけびを上げたぞ。杉作さんも思わず黒田に声援を送ってしまった。さあ、あ、しかしこれは人生よく見ていたか。セカンドロープからブレーンバスターで黒田を投げ捨てようという体勢であります。さあ足場を鳴らしてもう一度踏ん張り直して、しかし黒田も耐える。さあ空中戦どうなるか。おっと、黒田得意のてっちゃん勝った。いやー、てっちゃん勝ったって名前は面白いですけど、はい、わあ、さあラリラリアット、これは効きますよ。さあ首だ首、人生の首に照準を絞るのか。名前の500倍くらい効いてますよ今も。さあさらに田中がトップロープレに大立ち、待ち構えて、おっと、すごい重量感あふれるミサイルキック、まさにテポドン直撃であります。さあそして弾丸エルボーだ、ものすごい音を立てて響いた、ラリアットのすごい音、波の人間ではこれはもう死んでいるぞ。人生大丈夫ですかね。人生やや朦朧としているが、おーっと、人生のスタミナをそのめす、うわー、それをものともしない、わー、しかしそれをなんとパワーボムで切り返す田中もそのめし、これは危ない。おー、カウント 2.8 だ。いやいや、すごい試合であります。格式伝統と格式のアジアタック選手権に恥じない名勝負、これは繰り広げられている。飛距離十分、ダイビングボディープレザーフライ、おーっと、カウント 2.9。 ちょっと危機一発、いや人生危なかった、これ大丈夫かな。しかし人生の目はまだ今一瞬ギラッと光ったようにも見えましたよ。人生の目がね、あの正規を失わない限りはまだ大丈夫ですね。さあ今人生を励ます拍手が湧き上がった。いやろ、対角線に振るかと思って円髄、見事なボディバランス、さらにさあハヤブサニールキック、スワンダイブ式のニールキック。さあまたハヤブサが天高く舞うのか。おっと、黒田にも一発キックを入れておいて、さあラーケブラーダはかわした。おっ、田中かわしていく。しかしその後まだ早草狙ってますからね。早草さんまだ行きますよ、まだ行きますよ。さあスワンダイブから、おお、旋回式クランチャー、いやー美しすぎるぞ。やっぱ早草さんもどんどん変わってきてますよ、今のクランチャーのあの体の、早草さんは間違いなくまだ体の反り方って、いやもうこれ鳥だ飛行機だの世界ですよ、本当に生命体として常識を超えてますね。超えてましたね。まだ細胞分裂を繰り返してますよ。いやー、今の旋回式プランチャー、これまたまさに芸術の域に達している。いやすごい試合になってきました。ちょっとこれで SC タイム攻防、勝利の女神がベルトをもう一度負けるのか。人生、そしてハヤブサ、あるいは、さあ田中車踏ん張るか。ファイヤーバードスプラッシュ 100%、 おー、これは驚いた、ハヤブサも驚いた、感触十分だったんですが、
これこの後早草がまだねすぐ次の技いければ早草勝機ありますよ本当に。さあ今度は後ろ向き、おーこれはフェニックスだ。田中も復活早いなー。あーさらにリバースの、リバースのテーマ危ない。早草首には爆弾を抱えている。あー早草これは超大技を食らってしまったな。エルボーこれはやばい、タイミングで決まっている。これはどうか、おお。よくぞ返したフェニックス、名実ともに不勝、負けられない不死身の男になるのか。不死身のフェニックス、はやぶさ起き上がれ。しかし黒田の鉄拳が待っているが、かわした。おお起き上がる黒田。いやさらにもう一発ドラゴン、ゾンビ黒田、ゾンビですよ黒田。頭の中真っ白になってきましたね。あー黒田もダウン。いやあれだけ急角度の落とし技に連発食らっておいて、なぜラリアットができるんでしょうか。黒田という男は本当に恐ろしい男ですよ。もう精神力が完全に体力の限界を超えた一瞬ですよね。だから黒田に人間ってのはそんなことができるんですね。黒田に技をかけた場合にはこうだ。しかもロコモーションジャーマー、技を出したらもうすぐ次のこと考えておかなきゃいけないですね。いやー恐るべし恐るべし黒田哲弘。黒田こちらも不死身の男。黒田はまだまだ上手くなりますよ。これはまだまだ上に行きますよ。この男はあれほどの大技を食らっておいて黒田恐ろしい男です。まだガッツポーズをしてコーナーに上がる余裕があったが、しかしここは人生がうまく見ていた、うん、いや人生さすが、相手が本当さすがなんですよね、まあ、試合巧者ですよね、あしかしこれは早草どうした危ないですよ、危ない体勢、あそのまま早草を、あ超対角線にそのままさらにジャックナイフで固めていく、危ない早草、早草危ない、いやいや人生慌ててカット、あっという間に25分経過のアナウンス。いやものすごい試合ですねこれ。さらに逆さをさ、いや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 、このまま担ぎ上げた、おおっと BT バブだ、 BT バブ、オブガイカウント2、バブがもう今終わったかと思ってしまいました。しかし早草さすがですね。早草はねあれね、波の人間だったら死んでますよ。いや早草ですね、殺人罪です、殺人罪、さらにさらに、あーうわきた、ショットガンだショットガン、早草の首がキラッと、これがパラパラの組織のところですよ。早草危ない、早草の首はもう次元爆弾、あ爆発、あダイヤモンドダスト、ダイヤモンドダスト、早草むしろ行き、これはもうダメか、うわこれ人生が、人生が人生が見かねてちょっと今話しかけました。危ない、早草意識あるんでしょうか。早草本当危険ですよこれ。あんな技立て続けに食らったらね、レスラー生命すら危ぶむ、ものすごい、殺す気ですよ、ものすごい状況に早草を陥れていくのか。これまさに奈落の、奈落の底へ突き落とそうという田中黒田のさっき、恐るべし、はやぶさなんとか持ちこたえているのは、これは精神力だけなのか、はやぶさ、これ意識はないと思いますよ。あるいは司法のベルト、アジアタック、その計り知れない潜在的パワーが、はやぶさを持っているのか、おーっと、これは返した、はやぶさも、すごい男ですね、おー、犠牲スランプダイブ、おー、すごいミサイル。思いっきり叩きつけられました今黒田は。黒田も今相当ダメージ来てますよ。これは今のミサイルキックも素晴らしかったですね。これね普通だったら一撃でフィニッシュですね。これはね、もう角度といいスピードといい形といい、もう人生、ああそして念仏パワーボム、対空時間長い、おおよく見ている。いやそしてここでもう一度、さあ早草復活しているか、人生飛びますか、人生飛びますか、人生プランチャー、おー田中に対して人生がプランチャー、さあ早草が
てくれるのか。さあ後ろ向きニュートラルコーナー、これはそうです、フェニックスです。あー田中が入ってきたか。あー人生抑えきれず、あれこれはツークロトン、これは何をするんだ。おー、なんという連携技か。危ない、今の連携はこれはまたすごいですね。いやーごと首が砕かれる、顔面叩きつけられる、早くさボロボロ、うわーシャッとなってしまった。さらに容赦なくこのハヤブサを2人で、うわー何ですかこれは、DDT か、もう誰も止められないぞ。いやー人生たまらず入ってきた。ちょっとこれはハヤブサ大丈夫か。田中黒田の波状攻撃、ここまでしてやらなきゃいけないもんなんすかね、やっぱり。いや恐るべし、わー輪手だ輪手だ、見事に田中の脳天を砕いた輪手。しかしまだ黒田の勢いが残っていたか。スーパーキック、横っ面見事にヒット、さらに大連携だ。人生ハヤブサ初めて見せた大技の連携。しかし黒田もしぶとい、頭の中真っ白だ。もうちょっと私も喉から血が出そうであります。焦点かわして、ああこれは決まったか、完全に入っている。おーカウント 2.98 だ、カウント 2.98。 黒田が左で握り拳がっちりと握り、コブを作っている。うわーものすごいラリアット、ハヤブサの胴体と頭が一瞬分離したぞ。危ない危ない、ハヤブサよく返します。ラリアットかわす、あーこれもかわす、うわーキック、いやしかし黒田倒れない。おー小艇小艇吹っ飛んだ黒田。さあ場外では人生が田中を抑えている。ファルコアロ、ファルコアロ2連発、ファルコアロ2連発、これは決まった。ハヤブサ防衛、白氷の防衛、白氷防衛だ。アジアタック、いやー四方のベルトなんとか初防衛成功であります。